向こう側寒さを白い未来青きを癒やしたい怯えたりしないんだと恵まれた場所さえだから急に飛ぶことないそして急に泣くこともしますよねここでね、はい、まあ、いつものように姫路やってきました、大阪から来てるんですがもう最近は姫路ばっかりでライブしてるような感じなんですけどね、最後まで楽しんで帰ってくださいよろしくお願いしますイエーイ行きましょう川を越えてI'm not a
とうございます。どうもありがとうございます。改めまして日月真二です。イエーイ。さあ盛り上がっていきましょうということで、ちょっと今日はギターを弾いてたんですけど、まあ、これからちょっとギターを落として下ろして歌おうかなと思います。姫路は、いつ来ましたかね。先月、いや先月は来なかったと思います。確か10月に来たんかな。12月ね、来るときね、とても楽しみにしてたんですけど、今日ちょっと姫路来てね、やっぱ人少ないですね。まあ残念ながら、なんかGoTo もどうやこうやとかね、武漢ウイルスのおかげでというか、まあそういうのでね、いろんなことが起こってますけども、まあ姫路はね好きな場所なんでね、もっと盛り上がってくれたらいいなと思います、ね、本当にね、まあ、GoTo で増えたわけじゃないんですよ、あれは、はい、まあ、知ってある人も多いんですけど、増え始めた時の2週間前って言ったらね、外国からの労働者を受け入れたりとかね、し始めてから急にグンと行ってますから、まあ、それだけが原因じゃないとは思うんですけどね、でもそういうのをね、新聞とかね、全然言わないですよね、テレビとかね。なんか首相叩きだけ必死にしてますけども、ね、もう本当にね、ちょっと世の中どんどんおかしな方に行ってるんじゃないかと思ってしまうんですけど、手前めっちゃ真面目な話してますよねライブハウスでする話じゃないかもしれませんけどね、まあ、何が言いたいかって言うとね、やっぱり自分たち まあ、日本平和ですけどね、まあ、サイレントインベーションとか予本知ってある人もいるかもしれないですけど、オーストラリアの方で言ったんですけどね、まあ、中国の工作でね、いろいろと侵食されてね、おかしくなって、だから今米中の摩擦とか起きているわけですけども、まあもうある意味戦争中と言ってもいいぐらい、こう裏ではね、いろんなことが起こってます。テレビは言いませんけどね、ネットとかでねちゃんと拾ってもらったらいいんじゃないかと思うんですけど、まあ何が言いたいかというとね、平和はタダでは買えませんということですね日本人平和ボケしてます、はっきり言って大丈夫かなっていつも心配になるんですけどね、やっぱ世の中そういうの全然関心がない人の方が多いんですけど、まあ、このまま放っとくとやばいんじゃないか、まあ、もしかしたらうまくいくんかもしれないですけどね、まあ、やっぱりそういう戦争とかなってほしくないですし、やっぱり自分の身は自分で守らないといけないと思います。すごい真面目ですねまあそういうね、まあ、だからといってね、自分の大切なものを守るためにはやっぱり戦わないといけない時もあるという歌を次から歌いますはい、そういうことなんでね、まあ、特に男はやっぱりね自分の好きな女を守るために戦わないといけないことがあると思います。今最近女の人が戦うかもしれませんけど女子の方が強いかもしれませんが、まあね、そういうことも含めながら聞いてください。いきましょう、戦士の歌。戦場は目まで
実は明けの狼というバンドやってます、次3曲はね、あの明けの狼の、CD 発売してるんですけど、それのちょっとボーカルのやつ持ってきたんでね、明けの狼で、お届けします。ちなみに今の曲はね、あの全部自分で録音しました。ドラム、ベース、ギター全部入れて、一応ちょこっとはできますということで、何を自慢してるのか分かりませんけど、はい、なんで喋ってるかというね、ちょっと声がかすれてきたんでねそうなんですよね、こうなんかこう声のかすれ癖っていうのがね出てしまってね、あの昔はもっと一瞬で回復したんですけどなかなか回復力がね、ねリッキーさん何を言ってるのかはい、こんなこと言ってたらダメですね。あ、そうそう、配信の人もおるからね今ちょっと配信の人頭に完全抜けとったけどはい、皆さん元気ですか？配信の人どうですか？盛り上がってますか？見えてますか？このカメラでいいんですかね。はい、カメラの前でね、一緒に盛り上がってくださいね。よろしくお願いします。今日は、たくさんの人が、たくさんですよね。まあ、最近としてはたくさんですよね。たくさんの人が見てくれてるんで、非常にやりやすいですね。ありがたいことです。姫路ベータをね、どんどん盛り上げていってね、ぎっしり埋めたらダメなんですかね、今のところ。個人的にはね、もういいやろとか思うんですけどね、まあ、ちょっと社会的にね、なんかもういいのか悪いのか分かりませんけど、ね、自粛警察とかね、いっぱいいますからね。はい、そういうことで、そしたら次、あ、実はね、さっきね、あの3曲目、月光という歌を歌ったんですけどね、次の歌もあの月の歌です。その次の歌も月の歌です。はい、ということで、なんでか今日はね、たまたまですけど、月の歌特集になりました。本当はクリスマス特集とかやらなきゃダメなんでしょうけど、いやクリスマス感ないですよね。はい、本当になんかこう街中でわざとかけてないんだと思うんですけど、あのクリスマスソングとかねほとんどかかってないのでね、あのあんまりイベント系は全部自粛なんですかね。はい、まあそんな感じなんですが、はい、まあ気にせず、はい、クリスマス関係なしでやりますよ。もともとないですから、クリスマスソング持ってませんので。
はい、それでは盛り上がっていきましょう。イエーイ、ウー、さあ行きましょう。かぐや、忘れて響けた手が届く
Oh!
ちきれないぜ物足りない日々に胸の奥本当の衝動が弾け飛ぶこの手の中はまるで殻と裸の自分だけだけど自由を求めるところ決めようにて叫ぶさらきらを向け常識という名の終わりの中でさらく一人で走り出せ未来をつかめおい叫べたとえ傷つき倒れてもまだ続けるかどうか強くあれ さらき場を向け常識という名のロレの中でさらく一人で走り出せ未来をつかめ Hey, come on! Hey! 夜明けの太陽を見上げてまだ Hey! 手高く自由に来てゆけどうか強くあれ最後で叫んで帰ってくださいよろしく、yeah! Woo! 盛り上がろうぜ笑ったくれたとえ傷つき倒れてもまだ、hey!Thank you, bye!